はい、こんにちは、ワクサキです。イエスマン監督キャリア始めていきます。今日はまず移籍からやっていきます。はい、ということで今日はまずセンターバックの補強からですね。センターバックについては前回も言ったんですが、まあさらにジェネ選手がいなくなってしまったので、まあ二人獲得を狙っていきます。まずセンターバックの補強としてこのアクセル・ティサビ選手を狙っていきます。まあ身長が190センチで、まあフィジカルの強い91というね。まあとにかく空中戦に強い選手ですね。まあ年齢も比較的若い。うちのチームは27とか28ばっかなのでね。まあちょっと若めの選手を取っていきます。さあ、モナコとの移籍金の交渉。まあ2000どんぐらいだろうか。まあ、ちょうど大体中間ぐらい。最低額と最高金額の中間ぐらいの2300万ドル。これぐらいでどうかな。取れると嬉しい。まあ控えとしてはこのぐらいかな、やっぱ。70後半欲しかったからね。ジェネ選手いなくなってしまったとはいえ。もう最悪すぎる。またトレード？うわ、最悪だ。でも提案された以上合意するわ。マジか。ドハティいなくなるの相当痛いな。右ワイドハーフなんてなかなか補強できないぞ。ちょっと待って。いや、まあ、とりあえず選手の契約の交渉していきますか。はい、ということで、まあ、とりあえず、まあ、いろいろありますが、ディサビ選手との契約の交渉ですね。まあ、ローテン要員、まあそうですね。ほんとその通り。で、3年。ああ、まあまあまあ、3年ぐらいでか。3年後、また提案してこないパターンか。提案してこないパターン、地味に壊るんだよな。6万の60万。多分、これよりもうちょっと欲しがるかってぐらいじゃない多分。これが妥当か、これよりもうちょっと欲しがるかぐらいだとは思う。ああ、妥当なフォアだったね。よかったよかった。オッケーオッケー。いや、全然オッケーじゃないけど、もうドハーティーいなくなったよ。さらに補強しなくちゃいけなくなったじゃん。もう、どうなってんだよ。まあ気を取り直してもう一人センターバックの獲得をしていきます。まあ今度はこのテデン・メンギ選手を狙っていきます。まあセンターバックもね5枚目として、まあこれはもう将来性への投資って感じですかね。メンギ選手、まあちょっと身長は低いんですが、またダッシュ速度が89と。まあこの選手移籍金も安いですが、まあ将来性ですね。まずは契約、移籍の交渉をやっていきます。さあ、マンユー、スールシャール監督との交渉。ちょっともう600万ドル。これ多分そんな言われないと思う。もうこれ以上トレードオファーマジで来ないでくれ。こっちとしてもいろいろ考えづらくなるんだ、トレードオファーは。よしよし、問題なし。よしよし、もう一発これじゃないと困るわ。よかったよかった。とりあえずこれで一発合格と。さあ、メンギ選手、さあ契約の交渉、今後に気合い、まあまあそうやね。まあ、ただ出場機会は意外ともらえるだろうから全然問題ないと。ああ、給料を提案してきたね。給料3万5500。で、契約ボーナス27万ドルと。まあ、全然問題なし。もうこのぐらいは誤差よ。しかも安くなってるしね。よし、メンギも獲得だ。とりあえずセンターバックは、これで一旦補強は終了かな。まあ、今シーズンはね、そんな試合もないし。はい、ここで一旦移籍をやめて、次はプレミアリーグ5位アーセナル戦をやっていきます。はい、この試合の右ワイドハーフに、ヒサイ選手が入っています。それでは試合をやっていきましょう。さあ、プレミアリーグ、アーセナル戦、もういろいろあったわ。まさかドハティ取られるとはな。右ワイドハーフは貴重だからな。サイドバック取って、ポジション変えるしかないか。というか、なんだかんだ上位対戦だからな、初の。強いチーム相手にはどうなるのか、ウルブスのこの戦術。さあ、守備の硬さを見せつけつつ。まあ、別にね、出ないや、もう普通にいいセンターバックだから。正直、ジェネ抜けたのはそんなショックなかったけど、ドハティのショックがでかいな。トラオレトラオレトラオレよっしゃいきなり来たぜ、アダマトラオレ。初先発、うちが加入して。でけえな、トラオレも、つうか、上段フィジカル。もう一人だもんな、早いもん。そして最後、シュート。一発で決まった。最初のチャンスがいきなり1点になったな。さあ、アダマトラオレ、9ゴール切って結構点取ってるな、トラオレは、マジで。でけえっつか、トラオレ。裏。さあ、ジョッタに通ってくれ。いやー、通った。通った、ナイストラップ。上がれ。ジョッタ。クロス行きたかったけど、ちょっと厳しいね。で、フェイント仕掛けつつ。一旦キープかな、これは。サインボールどうするか。ネベスに預けて、チエリンスキーから。エンボロ、いやー、下手くそだな、そのシュート。なんで右足でしかもいかんかったんだ。いや、でもいい、マジでいい流れ。ここで安易にいかない。サイド。ちょっと。中央、エンボロから入れ替わる。ポジション入れ替わって。ちょっとが中央で、サイド。トラオレに預けて。
クロス、いけジェニスキー、ダメか、いいクロス、奪い切りてー、よし、いやここ取っちゃうか、クロスクリア、オッケー、5バックの良さが出たな。クロスに対してはめっぽう強いというセンターバックが3枚いる。いやこういうのが一番危ない、ラッキー、間に合わなかった、トラオレ狙ってはいたけど、ここいける、いやー潰しきれねえか、くそ、じゃあこいつを、でもだけどこいつもかわしてくれた、やべえぐちゃぐちゃになってる、人数が足りてない、 OK、 ネブス、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 よし、いやーだからそれなんだよな、まあ今のはファールだったけど、いやー打ってきた、危ねえ、出てくれ、よしよしよし、コーナーコーナー、危ねえ、いやでも怖え、21番小さいくせに強いな、 ロドリコかな、また21番に合わせてきやがった、終わりだな、よし、前半終了、なんとか 1-0、 いやー最後は危なかったけど、トラオレがいきなり取った1点が今のところは唯一、やっぱまだ攻撃がなんかいまいちどうすればいいのか分かってないね、正直あまりに戦術が変わりすぎて、守備はもう勝ってんだけど、マジで守備は間違いなく前のチームより硬い、点取られる気配すらなかったもん、一時期もう常に前で奪い続けるし、決まらないしって感じだったし、でここでちょっといいんです、あんまり中盤で回し続けるチームじゃないから、ちょっとね、あこれいけるわ、ひさえエンボロいけるか、あもしいったんちゃう、これはい、エンボロ一発、後半開始早々です。いやもう精度の高いクロスを放り込めばね、もうフィジカルとスピードのある中央がいるからね、高さもあるし決まるわそりゃ。いややっぱウルブス強えよ、エンボロ2点目か、そっかバーディーが普段スタメンだったもんね、リーグは。さあここでちょっとジョシュダシルバを久しぶりのね出場、まあインサイドハーフやっぱ疲れるからね、ワイドハーフちょっと上がっていったか、2人ともちょっときついな、ちょっと攻撃は停滞気味だけど、まあ言うて2点リードだしな、あーどうしよう、ネベス、ちょっとヒール、ここネベスに戻して、ここ、うわーダメか、どっちも行かないか、いやまだ最後かこれ、はい、ダシルバ、最後もダシルバだ、ダシルバいや強いわ普通に、ちょっとね、ウルブス普通に強くね、干渉って言っていいレベルだよ正直。いやーシュート2本対4本すげえ試合してんな、全然打たれなかったし、打たなかったもんな、守備ガッチガチマジでウルブス。2試合目前ですが、まずはメールを確認していきます。はい、アカンジ選手への移籍オファーですね。いやーアカンジ選手にオファーが来るのでただでさえ痛いのに、さらにめちゃくちゃ安いっていう、いやまあ合意はしますけどきついなこれ。いやーまたしかもセンターバックいなくなる、まあ高く売れるんだったらねまだねいいんだけど、ということで続いてはプレミアリーグ19位フラム戦です。この試合はスタメンにバーディ選手が入っています。それでは試合をやっていきましょう。さあフラム戦、なんとかねここも勝って4連勝でいきたい。いやほんとこのチーム守備はめちゃくちゃ硬いからね、攻撃陣が点を取れるかってところだろうな。 OK、 いやー中央ジェリンスキがマークしてたと思ったんだけど、ジャンジェス、やべこれよくないな、いやよくないよくない、誰もマークついてないのが一番よくない、いやーなんで、うわガラ空きじゃん、わぶねえ、なんで、いや被災なんで下がった今、 OK ナイスカット、サイドさあちょっとボール預けて、いいところだけどジーリンスキに預けて、さらにトラオレ、はいや、なんちゅうシュート力だろ、トラオレトラオレ強すぎないシュート力、ジェリンスキが出したのダイレクト強烈、もうライジングシュート素晴らしい、とんでもねえ威力。さあダマトラオレ2桁このチームで一番点取ってるかもしれないトラオレが、いやー中央そこは奪いきれないね、奪いたいんだけどな、フラムもなかなかにパス回してくるからな、奪うタイミングというかチャンスがなかなかないんだよな、こうひたすら詰まったら後ろにバックパスあっさり下げてくるからな、かえって奪いづらいというか、いやちょっとこれやばいな、あぶね、下げてくれて助かったけど、もうずっとこれなんだよな、よしナイスブロック、頭下げるよな、まあ下げるよな、まあ下げるでしょ、
ジェリンスキー、これはいける。結構あっさり下げるんだよな、前。うわ、ちょっと待って。クリアでしょ。あ、いやいやいや、なんだなんだ、なんだ、危ねえ。怖えよ。クリアボタン押してるのになぜかパスを出すな。あー、ダメか。そこ取んねえか。相手5バックじゃないよね、フラム。5バックか、それとも。ジェリンスキー下がって。ここマークマーク。いやー、これは危なー。打ってきたな、ちょっともうちょっと。他のチームはまあ前に行こうって感じなんだけど、フラムすげえボールほんとポゼッションしてくるんだよな。めちゃくちゃバックパス多い。ここも下げるしさ。なかなか解決。うわぁ。これやべえ、これ。キーパー、キーパーナイス。いやー、ちょっと怖いな、フラム。中央、もう一回、ジョッタに預けて、さ、バーディー。キープから、ジエリンスキー、いい上がりで、そこネベスに上がってもらいつつ、シュートコースを作る。バーディー、あー、強い。いやー、ミドルシュート無理か。いやー、ちょっと前半かなり押されてたな。ドラオレが取った1点を守りきった感じだけど、結構フラム強い。まあ、ぶっちゃけフラムが強いというより、なんかこの戦術フラムにめちゃくちゃ相性が悪い感じがあるな。アーセナル相手はめちゃくちゃ良かったんだけど、フラム相手だとなんかハマりきらないな。中盤の少なさがかえってきつくなってくる。相手がポゼッションしてくるから。あんまり前から行かない方がいいかな。戻して。前から奪いきれないんだよな。奪おうと思ってもバックパスでかわされちゃうから。サイド。さあ、トラオレ。よしよし、いいところ、ヒサイ。クロス。ジェリンスキー。外せるそれ。すげえな、お前。ジェリンスキー、今のところいい印象ねえわ、一つも。決定機を外すというシーンしかないもん、ジェリンスキーには。サイドでしょ。で、ここに来て、これなんだよな。あっさりリターンしちゃうんだよな、本当フラムは。プレスかけたら、もう即下げるんだよな。他のチームはそこまで早く下げようとはしないんだけど、フラムは本当にすぐ下げるんだよ。やべやべやべ、空いてる空いてる。ここもまた下げてくるしな。いや、奪いたいか、それ。危なぁ。無理だな、クロスは。引っかかる。うわ、最悪、しかも取られたし。奪い切れるか。このまま、そ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 のまま。ファールか、クソ。あ、でも、切れろ、切れろ。よし、マイボール。中央。ネベス、いやー、ダメか。ネベス、ネベス、ネベス。よし、いやー、ここもかわさ、かわしてくるな、ほんとに。ずっとボール持ってくる。フラム相当相性悪いな、これ。戦術変えたいけどな。メンツ的にすげえ変えづらいんだよな、このチーム。この戦術用の人員って感じだからさ。変えづらいんだよな、マジ戦術を。で、ないや。いや、うますぎるだろ、危な。うますぎるでしょ。よくそのスペース見つけた。これフラムめちゃくちゃ強くない？何もできないんだけど。何それ20位なの。よし。バーディ。いや、バーディ。通るでしょ。バーディ？バーディ。ダメか。ジエリンスキー。やっと決まったよ、ジエリンスキー。というか、フラムマジでめちゃくちゃ強い。バーディ、あそこ。あそこからこぼれ、いいシュートでこぼれ球。オーケーオーケー、とりあえずジェリンスキー。さあ、バーディー、サイド。これはシンプルに預けて。いや、だから、ヒサイ！よかったけどさ、バーディーが今言ってくれたからよかったけど、ヒサイ、止まるな。急に。急に止まっても、こっちは何もできん。ダッシュレバーから、パス出して、ちょっと、バーディー。バーディー、バーディー、あ、ダメか。もう一回。よし、ポテンス。いやー、こぼれ球から2点。正直、0-3 の内容じゃないけどね、全然。いやー、これよかった。バーディー、バーディーのも惜しかったけどな。ラッキーてか、あんな体格差で勝つのかよ。ポジショニングはあるとはいえ。あの体格差で競り勝っちゃうのもあれだな。ポデンス初ゴールなんだ。点決めてなかったんだね。
出すよな、サイド。よしよし。ここでちょっと時間使わせる。オッケー。ナイス。時間使った。時間をうまいこと使わせた。速攻はまず防ぐ。うわー、奪えないか、そこ。やっべー、コサル。うナイスキー。いやー、PK か。押した判定じゃない。もったいねえなー。最後押した話になっ、まあ、このちょっと確かに後ろから押したけど、いやでもこれでいいよって正直 PK は辛いよ。どっちからもう一か八かでいくか。今日はちょっと右だ。よっし、当たった。このコースかなりの速度だったし普通に決まってもおかしくない。読んだ上で、よし、これで終わりだね。よし、試合終了0対3。いやー、内容はひどかったけど終わってしまえばスコア的には完勝やな。だよな。うわー、やっぱそうだよ。支配率6割持っていかれてる。いや、ほんとずっとボール持たれてたもんね。でもシュートうち9本も打った？記憶にないな。はい、ということで2試合目後から少し日程を進めました。ロナン選手の売却がありました。まあ、この選手は控えの選手ですね。移籍リスト入りにしていた。はい、そしてジエリンスキ選手への移籍オファー。そして、まあ、カンジ選手売却とも、本当にね、こんな安い金額で売りたくないよ。まあ、ということで、まずジエリンスキ選手への移籍オファーですね。はい、ということで、ジエリンスキ選手もね、もう残ってほしかったんですけど、まあ、ただオファー来た以上は仕方ない。まあ、それにね、まあ、こっちのオファーまだね、まだ、そんな格安ではないんで、まあ、最悪、まあ、代役ぐらいなら取れるかな。ということで、アカンジ選手の代役を獲得していきます。まあ、今回まず狙っていくのはこのホルゲイツ選手ですね。メイソン・ホルゲイツ選手。まあ、ちょっと小さいんですがね。まあ、ただね、足が速いと、アカンジ選手もかなり足が速いセンターバックだったので、ちょっと近い選手をちょっと取っていきます。まあ、そして、ホルゲイツ選手めちゃくちゃ安いということなのでね。まあ、この後は右ワイドハーフの代役も取らないといけないので。まあ、今回そういうことで、ホルゲイツ選手を狙っていきます。さあ、ホルゲイツ選手の獲得と。相手がさ、アストラカ相手の条件の最大値でやろう2450万ドル。これで文句ないでしょう。もう普通にね、トレードを申し込まれる方が立ちが悪いんで、もう素直に満額でいきます。これならおそらく大丈夫だと思う。もうマジ？しかもトリケロス？はぁ、なんでだよ。満額提案してきて、もうこっち満額提案してんだからさ、いいじゃねえかよ。なんなんだよ、マジで。もういいよ、承諾しますよ。もうなんなんだ、マジで。めんどくさすぎる。もうどうなってんだよ。もう次から次へと補強ポイントがなくなったかと思ったら生まれる。とりあえずホルゲツ選手にはまあローテ要員ぐらいかな。ああ、主力選手と、まあそれぐらいなら問題ないですかね。まず違約金はなしと。給料69,000、まあ67万ドルボーナスと、市場数ボーナスもあると。まあ、もう合意しますと、こちらとは。こちらとしてはもう交渉はしないという話なので。はぁ、もう考えなくちゃいけないことが次から次に生まれる。もう嫌になってきた。はい、ということで今回の動画はここまでです。いや、ほんとにね、もうなんか、遺跡がもうあれに荒れてる。もう次から次へと選手が入れ替わっていく。冬の遺跡期間だけで何人出て何人入ってくるのか。マジで移籍期間終わった頃にはもう別のチームになってそう。まあでもなんとかね、このチームをヨーロッパリーグ優勝させるのを目標にしてやっていきますか。ご視聴ありがとうございました。